ヒカルチャンネルが300万人突破、そしてバインチャンネルが100万人突破と、おめちゃくちゃめでたわけですよ、うん、だからこの高級焼肉店で10万円使ってるんで買いません。概要欄の方にバインチャンネル貼ってるんで、この動画の前、この動画の後にでも見てください。別企画が同時進行中なんで。あ、そうですね。そうこっちは10万円つけるから買えません。こっちは体重どれぐらい増えるかで、今回食べるところ肉の根っていうところ、ここで食べさせてもらいます。じゃあ俺はとりあえずキムチ盛り合わせ、宮崎牛の和牛、とろける和牛寿司、絶品ユッケ刺し。高いの頼まないとちょっと辛いから。確かに一番高いのってシャトーブリアンですかね。そうです。じゃあシャトーブリアンを1、座布団のすき焼き1、特上タン1、一旦とりあえずそんなところでお願いします。はい、これ相当だ、相当だ、今のだけでも相当だ。じゃあ和牛に、これ絶対まだいいね、食べたい。じゃあ和牛にに厚切り牛タン追加で2、タン3種盛り、タン3種盛り1、はい、いやそれも2で、2で、これ高くてすぐなくなっちゃう。あ、確かに。じゃあ座布団の焼きすき、ほとんど一緒俺さ全部3つよかったですよ。それも2、俺らも行くブリアン、ブリアン。でもこれ以上だったらもう達成できん。確かに、ね、じゃあこれも3で、全部で3で、3で、はい、終わりました。チンシン食べたい。どれ、チンシン、サンダみたいな名前だ。そう、シャンシャン、チンシン、チンシン、チンシン、2でいいですね、2で。ありがとうございます。塩で、じゃあハムでお願いします。終わりました。あ、ユッケも、ユッケもじゃあ全部3で、全部一緒に、ここも3や。え、もう5万ぐらいいったんじゃないですか。いったんかな。一応シャトーブリアンが6000円ぐらい。はい、あじゃあキムチ盛り合わせして、おー、ありがとうございます。おお、はい、こんな感じで盛り合わせめっちゃうまそう。すごい。じゃあ食べていきましょうか。これ俺思ったけど、俺左利きやからユンちゃんの手と喧嘩になるやん。あ、私左手で食べれば、そしたらバグルの喧嘩、バグル全員左手になるやん。じゃあ乾杯しますか。じゃあ、ヒカルチャンネル300万人とバイオチャンネル100万人お祝いして乾杯。乾杯。でもどう、100万人突破してた時のそのなんか心境って。心境はもう本当2月からもうパン行ったんで、ちょっとあんまりね、いろいろ考えてたけど、それできないぐらい、もう実感がね、なんかやっぱ100万人の時っていろいろ準備したいじゃないですか。あ、まあまあまあ、確かに。もう全然準備できなかったよね。そうそう、超えちゃったしね。あ、行っちゃったみたい。ああ、なるほど。100万人行ったのもいつだったか忘れたけど、確か俺あの時はなんか100万人って一番の記念というか、節目なんでね。まだ200万って時だと全く覚えてない。正直100万人がピンポン強すぎて、そういう確かにすごい記念ではあるから、おめでとう。割といいペースだね。ありがとう。ヒカルさんもおめでとうございます。ヒカルさんもこの300万人って200万人とは違うじゃないですか。また違ったというか、ちょっと違かった。一回こうガンまた上がったみたいな。俺落ちてからのだったから、本当にすごい。280って220まで落ちて、もう一回300やったから、ちょっと不思議な感覚だった。なんか300万人俺からしたらすぐにいけるもんやと思ってて、当時炎上する前、楽勝やな300万人って。あ、こっから400万500万いったろかなみたいな、ウーム全員抜かしたろかなみたいな感じのとこからドーンって落ちて、俺が落ちたらね、どん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 いろんな人抜かれていって、なんかそのすごい複雑な気持ち。300万人これ無理なんじゃないかみたいな。動画出してから伸びひん時はずっとあって、復帰してからもうほとんど伸びなくて、やっぱりマイナスばっかりだ、動画出したり。だからこんなん抜け出せのちゃうかなみたいなところから一応受けたから、それよかったかなっていう。いや、僕も当時見てて低評価でもすごかったじゃないですか。あ、でも押した、でも押した、でも押した、俺もバインチャンネルは結構見とるで。あ、いや、めっちゃ嬉しい。これ結構知っとるで、俺結構見とるで、ほんまに。ガチで見てなかったら分からへん、話題もついていけるから見とるから。バインチャンネルの歌、歌聞いてね。あ、VK ですか。あ、登録済みとはなった、確かに。VK の歌。あ、めっちゃ嬉しいっすあれ。あの、何やったっけ、歌詞で。俺はなんかこういうのをやめれへん。なんか何やったっけ、そういうニュアンスの歌詞があったやん、なんか。歌詞、あの、メンヘラの歌でしょ。メンヘラの歌。なんかそう、なんかこのスタイルで、こんなことやってまうけど、このスタイルはやめれへんみたいな歌詞なかった。そっちの方っすか。あの、ゆんちゃんのイベント、あの、100万人達成の方っすよ。あ、そう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 。あ、そうっす。あ、もう、あれは本当にもう気持ちよ。昔からやっぱそういうタイプなんで、やってから、後悔してからじゃないと。あ、そう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 。でもやっぱ、バンビ君っぽいですよね、あの歌詞。やっぱバンビ君がガチで作ったから。そうそうそう。作詞、作曲。曲もできる。曲もちょいちょいできますね。あ、でもあれ、曲自体は、まあ僕がメロディー投げてみたいな。あ、なるほどなるほど。すごいな。でも、バンドの時歌詞全部やっ
まあ歌詞は全部メンヘラ系だから今ポエムを書いてたり、ツイッターでツイッターのポエム、もう相方として恥ずかしいよ。これは一個名言ボストになってるもん。聞いてください、僕がポエムをつぶやくのには理由があって、もう僕ほんと編集でずっと A なんですよ。写真上げてもずっと A だし、もうおはようもおはようしか言うことじゃないじゃないですか。だからこそもうポエムしかないと思う。ポエムって自覚はあるんやん。あ、あります、あります。ポエマンなろうと思って、ポエム、やっぱあれでしょ、つぶやく前にちょっといいことつぶやいたろうかなっていうのある。中津さんかぐらいでつぶやいてますよ。最近の一番のポエム教えてよ。あ、一番読みます。一番のポエム、めっちゃ恥ずいやん。一番のポエム結構ちょいちょい荒れるんです。あれ社長のやつ。で、あの社長意識してなかったんですけど、ファンの子が社長のみたいな言って、うん、今荒れちゃって、ちょっと荒れちゃった。あ、見た見た、いい社長やろ。いい社長が悪口言われてる子が主役って結構再生されたら出てきたんで、それが一応名言みたいな、はい、それをなんか否定しとるやん。思わない。いやいや、あれは否定、あれは否定、完全に否定しとる。あー、ほら、わー、潰そうとしてる。わー、やめちゃうね、潰そうとしてる。やめて、やめて。それ聞きたいですよ。テロップで起こしてくださいね、ちゃんと読みます。悪口や陰口を言われる側が主役、悪口や陰口を言うやつは脇役ってよく聞くけど、俺はそうは思わない。悪口や陰口を言うやつも主役だけど、悪口や陰口を言う人生の主役、それでいいのとは思う。俺は悪口や陰口を言われても泣けずに笑う人生の主役でありたい。いいやん。一番言っとったら多分もうなるほどなって、なるほどみたいな。確かに、あ、これ人生の教科としようっていうのは、バンビが言った時は軽くなる、めちゃくちゃ。なるほど、小一ぐらいになる。マジで。ちょっと休み時間に考えてる。ちょっと誰かパクっとんじゃんかなみたいな。ちょっともしかしたらパクっと、パクついみたいな。パクってない、パクってない。ちゃんと読めばこういうことだなみたいな。その悪口や陰口を言ってしまう人全員その脇役って言ってしまうのは違うじゃないですか。みんなそれぞれの人生の主役だからこそ、君が主役だけど、その悪口と陰口言ってる人生の主役でいいのっていう。私響け響けここへ響け。ちょっとほんまにアーティスト心全く響かない。いや、ステージ立たないから出ないから、それが。いやいや、ツイッターってステージに立ったけど全然やった。テオ君の方がまだ上。テオ君とかポエマーでしょ。テオ君はポエポエのみの能力者なんで。大丈夫、炎上するぞ。DJ 社長も敵に回しですか。回しない回しない。頑張った方がいいんちゃうか。この度は本当にポエムまがいなことをしてしまいました。いや本当に尊敬しますよ、ポエ君。あ、ポエ君やばい、やばい、やばい、ポエ君はさすがにやばい。やばい、ポエ君。ペオ君のポエ君、俺めっちゃ好きだよ、俺は。ポエ君少年漫画。ポエ君はちょっとバズリスト入ってる。ポエ君はすごいな。バレるじゃん、4回ポエ君。お前、味方しとけ、俺の。今言い間違えた。最近いつもあだ名で炎上したから、1回。なあ、はい。そこもいじってきた、もしかして。言い間違えた。そんな高度なテクニック持ってるように見えます。炎上って大丈夫、怖くない？いや、僕らはでもちょいちょい炎上しちゃうよね、なぜか。プチ炎上みたいな、プチ炎上みたいな、ちょいちょい。バンジー君が鼻につくから、やっぱり。そうなんですよね。ちょっとやっぱ、なんていうか、インチキ外国人になってるんですよ。ちょっとなんか、俺はインチキ外国人。めっちゃ平気で嘘ついてそうやもんな。軽いノリで。それはでも、ノリで言うトークなんて、でもさ、その8割に僕は、なんかその YouTube ってそのエンターテインメントだと思ってるんで。そうだね、ユンモさんも。まあ、トーク上でばっていうのは、それはもちろん、嘘をつこうっていうんじゃなくて、面白くしようと。やめようみたいな。でもガチでなんか恋愛した時に真面目なこと言っても嘘やと思われてる。あ、でも女の子いっぱい泣かせてそうですよね。いや、でも俺覚えてないですよ。覚えてない。そ女泣かせた女の数って数えるもんじゃない。何に流れてきたんだよ。一緒になこいつ。これはきついな。幸せにした女の数は数えていいけど、泣かせた女の数、ちなみに幸せにした女の数は、ええ、いや、数えてない、数えてない。あれですよ、元カノの人数とか忘れてるんですよ。いや、もうそれはだって、それだって新しい彼女、失礼じゃん。そんな昔の言葉からずっと話してるような人は嫌じゃないですか。でも幸せにした、幸せにした女の数数えとって言ったから自分で言ってる。自分で言ってる。いや、もうそれはもうまだいない。まだいない。じゃあ数えてる。数まだいない。生涯で数えられるじゃないですか。ギャルさんはどうなんですか。いや、俺はもうクズやからさ。分身乗ったからさ。俺は奴隷を作っていくとか、奴隷先生って言われたから。
昔俺は炎上する前はミリオン生成って言われて、この動画でミリオン生成する男って言われてる、はい、今は奴隷生成って言われてる。地に落ちたわけ、どんどん下がってきてる。そう、ミリオン生成って言われてた、あの時代はもうないわけ俺には今。なるほどなるほど、見ていこうよ、ちょっととりあえず。まだ一口も食べてない、一口食べてない、もう10分ぐらい動画いっちゃってる。いただきます。いただきます。じゃあキム兄から。キム兄からいただこうかな。うまっ。箸が両方とんがってるから、どっちでも食べれるってこと？たまにあるよな、リバーシブル、リバーシブルパターン。たぶん汚れてもこっちで。おあとなんかマナーで、取り皿から取るときは逆箸使う人って多いやん。あー。あれ用じゃない。なんかあそこまで俺やったことないから、すごいなと思う。ユッケもじゃあもらってもいいかな。ユッケ、ちょっとアップで。すごい。見てください、もう太陽が真ん中にありますからね。やばい。もうなんかことごとくさ、ボケてさ、滑ってもいいけどさ、こっちまで真っ向に軸かツッコミ待ちの目で光るそうです。黄身の色がすごい、これ濃厚、すごいこれ濃厚、モテるんじゃないですか。普通黄身って黄色ですけど、これもうオレンジですから。うん、あと嫌ですよ、今の仕方の仕方。いやいやいや、相方が助けに行ってないから。お前今日はうんって言った。うんじゃねえ。そうだねって。ここはオレンジだって。そうだね。そういただきます。うまい。口にも責められちゃうから、もうどうしよう。ゆんちゃんのもあるからこれ。はい、どうぞ。ありがとう。ほんとだ、濃いね。太陽みたい。字が折れたグレタマでさえ黄色なのに、字が折れてないもうオレンジですから。おお。腕上げたな。バンビット、腕上げた。いや、あれ上がってます。うん、結構腕上げたな。濃厚。うわ、これはオーロラソースみたい。うまい。マエさんにも食べさせてあげたいわ、俺。叶わない夢だよ。食べさせてあげたい。叶う夢や。マエさんいじめるなよ。毎回毎回。マエさんにだけマジで食べさせて。家族早い。ちなみに勝負やからさ。あ、確かに確かに勝負や。裏企画でマンビスとリュンちゃんのチャンネルでどっちが体重増やせるかやっとうから、笑いのは抜きで。おマンビみたいに増やせるとあかんねん。確かに。こいつはあかん。ヒカルさん、俺が今何の対策もしてないと思ってます。対策？俺太るためにめっちゃ空気含んで食ってます今。空気って軽いからな。めっちゃ食うと本当美味しいわこれ。美味しい、甘い。うん、なんかね、めっちゃ甘い。次なんか生ウニ、すごいなこれ。じゃあ前さん、それ見た感想だけもらっていいですか。いやー、豪華。豪華。豪華かな、そんなに。豪華じゃない。まあ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 、贅沢の極みじゃない。これは特にウニ牛に近いな。あー、多分。うわ、うまそう。いただきます。うわ、美味しそう。うまっ。これはやばいな。今、絶対漢字の前からうまいって言いました。こんな、いやいやいや、口に入れてそんな風。最高。完食です。完食です。肉焼いていっちゃう。あ、甘そう。オッケー、いっちゃおう。いっちゃおう。うお、これ何ですか。これ何、あ、牛タンじゃない。あ、これ牛タンなの。牛タン厚切りの。厚切り牛タン。これうまそうやな。これタンに見えへんか。見えへん。4枚あるけど、マエスターは食べれないのか。大丈夫ですよ。マエスター見て、これ厚い。やっぱユンちゃんいこっすね。あ、うまい。マイスさんに食べさせたらするわ。いや、食わせろよ。あ、してあげてよ。いや、本当にしたいんだけど、本当に戦いだから。これ太んなきゃいけないから。幸せ。ザルさんが幸せを感じるときってどういうときなんですか。やっぱ飯食べとるときと、バンダイを取るときと、海外ドラマ見とるときと、あとはもう眠たいときに寝れるとき。あと、マッサージ。いつもなんかオリスパ言ってるイメージ。そうですね。あとはまあ奴隷の調教とか。こら。バニウマ。俺は本当に月に 1,2 回飲み行ける時とかですかね、やっぱり。結構飲む。俺酒めっちゃ飲みます、ね。へえ。俺好きなの。俺好きなんですよね。まあそのお酒が好きってよりかは飲んで酔ってる。あ、ワイワイ騒いでるみたいな。騒いでるの。バーでみんなで集まってみたいな。ああ、なるほどなるほど。でも飲みすぎて、でもゲロ吐かないと潰れちゃうじゃないですか。はいはいはい。最近スマートゲロっていうのを覚えて。何それ。スマートゲロ。スマートゲロ。スマートゲロ。普通の人って90度ぐらいにならないとこうゲロ吐けないですよ。もう20度ぐらい吐けますよ。ポケットに手入れたの。まあ、かっこよくね。そう、かっこよく。いいけど、かっこよく。そう、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 いいよみたいな。だみんな気づかないのよ。おしっこ行ってくる時間と同じくらい出てくるから。へぇ、気づかないの。今何してたの。ゲロ吐いてた。スマートだねって。え、スマートゲロ。やっぱ、
白まで飲むんや、やっぱ。いや、飲めます、白まで飲めます。それは飲むんや、白まで飲めます。あ、それがいい、いいけど。でも、潰れて、あーみたいな、忘れてる瞬間。あ、それが幸せやねん。なんかどうしてもずっと頭に考えちゃうんですよ、YouTube の。あ、まあ、わかる。まあ、職業病で、今酔ってる時はもうそんなの飛ぶんで、あ、忘れれる。そこがやっぱ羽目を外せる。そうですね、羽目を外せる。確かにそれはあるかも。何言っとった時もやっぱ YouTube のこと考えとったら、そうなんですよ、気が休まらんっていうかさ、心が回復せえへんで。めっちゃ、そうっすね。これ牛タン、牛タン厚切りタンかな、これは。めっちゃうまいな、タン。ちょっと僕もタン行こうかな。うわ、ありがとう。うまっ。なんかいい意味のすごいヌルヌルしてない。なんか、納豆を食ってるぐらいの。それ言い過ぎやろ、絶対。なめこ感、なめこ感、なんなのになめこ感、とろろかかってるみたいな。ゆんちゃんが幸せ感じる時ってどんなときなの？なんだろう。あ、でも月に1回は絶対可愛い子を捕まえてデートに行くっていう気を作ってます。映画行ったりとか、会食ね。ゆんちゃんの今一番可愛い人ランキング、トップ3って誰？トップ3 YouTuber。 いや、誰でもいい。ゆんちゃんの中でこの子可愛いんだっていう、もう俺らが知ってなくてもいいから。芸能人でもいいし、ユンちゃんの中でのベストオブ3。いっぱいあるから迷うんですけど、橋本環奈ちゃん。あ、まあ、YouTuber じゃない。誰でもいいって。あ、誰でもいい。あと、斉藤飛鳥ちゃん。おー、聞いたことある。飛鳥だね。うん。あとは、佐藤ノアちゃんとか好きなんですよ。あ、聞いたことある。フォロー一応しておこう。そう、お友達なんですけど、めちゃめちゃ綺麗な顔してるし、芯がしっかりした強い子だから、好きです。でも、これ一個だよ。仕掛けがあるんですよ。なんだよ。ゆんちゃんで。なんだよ。仕掛け。コメント欄で自分に似てるって言われたことある芸能人すぐ好きだね。橋本環奈ちゃんね。叩かれるからね、これ。お前、俺今日めちゃめちゃ叩かれるから。ぽいくん。ぽいくん。この感謝だけですから、本当に。環奈もぽいじゃないよ。ぽいくん。ぽいくんは結構炎上案件。ぽいくんは、ウームちょっと冷やしてたかもしれない。ウーム消えついたかって、ピリついきましたね、今。ウームがピリついた、ちょっとポイクもちょっとまずいぞって。カバーとして動き出したかもしれない。思い越し上げたかもしれない。やらかした、マジで。確かにユンちゃん似とるタイプ、顔の系統だったら。いやいやいや、俺的にも見た感じ。要は遠回しに自分を褒めとった。うまいこと自分上げていった。そう、それが意外です。でもやり口、乃木岡怖いんだから。一回ね、万円で似てる芸能人アプリみたいのでやって。そう、あるんだ。ああ、見たことある。でもアプリが出すからしょうがないじゃないですか。 AI が認識するからね。そうで、アッシュが出て1位98%似てます。やったーって喜んでたらコメント欄で似てない、似てないよ、ふざけんなみたいな。怖いよ。アプリやがなってなるんですけどね。確かに。バンビカちゃんみたいに言ったの僕が、どちらかというと白いでしょ。大悟やないの。大悟、林修先生。え、出たんです。大悟や。俺自分で予想したんですよ。大悟って呼ばれてたから、学生の時。そうだから大悟が出るって言ったら林修先生。鼻の大きさで決めんじゃねえよ。似てないよ、全然。別に。あとニュースの小山君。ああ似てます。髪型はもう一緒やもん。だから髪型で決めてるんですよ、アプリ。そうなんや。これ多分ほんと5秒ぐらいでいいやつ。ここがしたらどうする。そうだ、あるもんな。1秒なんじゃろうか。見てください、これ薄。これあ、来た、シャブリー。うわー、あのシャトーブリア見たことある。あんない。俺見たことある。見覚えあるぞ。見覚えあるやつ。見覚えあるぞ。これ何これ。見覚えあるやつ。これ量産型シャトーブリアの。見覚えあるぞ、これ。俺見覚えある。ヒカルさんのチャンネルでよく見るやつだ。バンキューさんに言っとったもんな。そうなんですよ、言ったんですよ、あれ。次、じゃあどれ行くか。シャトーブリア最後。シャブリー。あ、行っちゃいますか、もう。行くしかない。これめっちゃ重い。これ行ったらもう結構たくさん。次もう食べんとこってなるから。薄いのから行きます。薄いのから行こう。これ見てください。すごい。これは。やばい。なんで前さんにまだ。なんで前さんに飯を寄せたの。嫌味なやつやな、前。出てくる。ハリーポッターとか出てくる。これ肉1枚で卵1個ついてるんですよ。すごい、6個きてますからね、これ。すでに濃厚が味わえるように。すごい、焼いちゃおう。すごいな、これ。うわうわうわでかっ。音めっちゃいいやん。うわベステロ。これちょっと速攻で焼きそうやもんな。うわこれは美味しい。うまい。濃いかな。あ、いけそうです。うわ、見てください。すぐ。うわいい焼き目。私、焼き師になれる。いけ。おぉ、これはうまそうだな。どうぞ。ありがとう。ご飯を巻いて、巻いて、巻いても卵そのまま飲もうかな。ロッキーか。
投げへんねん。おー、1個前がついた卵。うん、うん、どこ、すごい、これ鶏の気持ちになれる。大丈夫、マジで。なんか通常俺もロッキー食い、いただきます。ご飯は、ご飯は、これご飯、うまい、うまっ。すき焼きに抱かれた女の気持ちだわ。抱かれたことないよ、すき焼きに。うまいよ、これは。どんな気持ち？やっぱすき焼きに抱かれた女の気持ち。すき焼きを抱いた男の気持ちですよ、だったら。ゆんちゃん、じゃあ行く？はい、ゆんちゃん。だって、ご飯よりお肉の方が多いんだもん。すごい。卵やっぱかき混ぜてから行くんかな。いや、多分そうだと思う。かき混ぜて。これつけるってことやったんですよ、ね、肉寿司。やばいな、色がめっちゃいい。うん、うん、何の味？ゆんちゃんに抱かれた女の子だって。ゆかるさん、え、何なんか喋った？何も喋ってない。聞こえへん。お腹がちょっと膨れてきたな。ちょっと出てきたっすね。ちょっとね、まあ、でも全然いけるけどな。肉寿司もちょっと、あ、肉寿司もある。肉寿司すごい。わさび乳首を、わさびちょんしかない。わさび文句言ってるやつ。何加減したわさび。誰も拾ってくれへんから、ずーっとわさび乳首。いいの、わさび乳首いただいて。うまい、絶品料理だよこれは。うまい、乳首の円周率測りたくなりましたね、これ。一人で測ってください。求めていいっすか、ペンとノートがあれば求めたいっすね。ファイ固定して円周率を。ファイだけに、ファイだけに。おぉ、ヒカルさん戻ってきた。これが正しい動画よ。これもボケたら拾う。だっけな、ボケ面白かった。私思ったんですけど、体重増やすにはご飯と食べながらまあね、やった方がいいのか、まあ、肉だけ食べた方がいいのか。もう片方で進行消費額が10万円使い切るまでやから、ご飯食べとったら多分たどり着かない。そうなんです。どっちの客も達成するにはこれがちょっとこれぐらいじゃないと。多分今5万は超えとると思うんやけど、会計まだ10万はちょっと届いてないかなって。すごいっすよね、でも焼肉で10万いくってやばいっすよ。本来確かにやばい、本来やばいっすよ。この無造作に放たれた牛肉たちがすごいな、幼虫みたいなもんな、これ。全然食レポ向いてない。幼虫、ね、めっちゃ美味しそうな幼虫。幼虫ね、いただきます。いただきます。うん、うまい、プリプリ。俺プリプリだわ、思春期だわ、これ肉が。夢半ばで幼虫を絶たれてほしいです。残酷なこと言って。でも牛の夢は何なのかっていうテーマが、うん、牛の夢、その子の牛の夢とは何なの。いや、牛の夢はやっぱり壮大な牧場で一生終えることじゃないですか。牧場ではないわけですよ、そんな変わりの前提やん、牧場って。確かに確かに、人間って夢あるやん、他の、はいはいはい、動物って夢がそれぞれに設定されたのが全員共通の目的に、ために来たのかっていう気になるやん。あれですか、でもオサになることですか、オサ、ビッグ、トップになる。それだけ夢じゃないですか、動物を。そうだな、ちょっとそう考えたらすごいよな、人それぞれ夢が違うやん。確かに、個性がある。でも結果上目指しますよね、うん、そういうことですよ、動物的には本能的に、うん、1位になりたいとか、ライオンになりたい、ライオンになりたいみたいな。ヒカルさんは自分の動物で例えると何なんですか。ヘビかな。お、なんでですか。まとわりつくように自分が欲しいものに対しては、はい、なんていうか諦めが悪いから。あー、なるほどなるほど、すごいそこはあるかも、負けすぎない、うん、そこにてそう、ちょっとなんかバンビー。あー、確かに俺もそっち系ですね。僕やっぱ狼なんですよ。狼、お、一匹狼、各部一匹狼、カッコつけてない、ちょっとカッコつけました。狼はカッコつけてない、めっちゃなんか昔動物占いやったらそれ出て、そっからちょっと好きなんですよ、狼。なんかメスの狼みたいな、ユンちゃんがおらへんかって生きていけみたいな。その一匹狼じゃなくて、マジで甘えん坊のメスの狼になってまあ、そうかもしれない。マジで理想は一匹狼やったんやけど、最初に一人雇ったんやけど、ちょっと限界を感じて、なんていうかな、メスを捕まえに行ってる、引退した狼やな。狼としての一生覚えて、夢仲間で破れた狼。やっぱあの狼っていうのはその自分のチームを大きくするために一回狼一匹離れるんですよ。その後自分のグループを作るんですよ、狼っていうのは、うん、それはまずユンちゃんだったんでしょう、ね、ああ、そう、一応じゃあリーダーだね、リーダーです、僕。リーダー狼、リーダー狼です。ユンちゃんは何だろう、自分の動物で例えると。ユンはカメですね。カメ、うん、カメ、なんか最初は遅いんですよ、やっぱ人より優れてない分。でもウサギを追い抜いてきて。何、さっき
バッピ君の顔がまたこいつ言い出しちゃったこいつまた自分を下げて、そうそうそう、自分を下げて当てに行く作戦に来たら顔がもうその顔じゃん、察知した、あこの女またやろうとしたら寄ってるわ、またこいつ自分を下げてみたいな本当に。でも今までそうだったんですよ、なんかこう落ちてからちょっとずつ地道に上がっていく。最初の動画めっちゃ高くって、この喋り方が演技なんじゃないかとかってめっちゃ高くって最初、それが徐々に受け入れられてきて、今でも言われるわけや。俺のチャンネルが出たら、ゆうちゃんを見てない人ほとんどだから、これ演技なんじゃないかとか言われるんやけど、まあ実際演技なんやけど、なんと言い方してくれると思った。あれですよ、俺のチャンネルで休憩中はもうあぐらかいてあー、かいいなー、20年後ぐらいに火曜サスペンスの女と同じ片平渚みたいな普通にたまた役に加わってたやってそう、演技早いから。嘘ですけどね、まあ結構でもあんま変わんないですね、正直動画界でも説得力が、マルティ君の方がなんかやっぱカメラ回った時は喋りがオンになるよね。僕は結構もうスイッチタイプなんで、しっかりしてるっていうのかな。人見知りなんですよ、もともとは。そうです、ね、その前も言っとったもん。そう、スイッチ入れないともうバンビになれないんですよ。だからスイッチ入れたらウニ消えてるなんですよ。入れる前は歯に消えてる。バンビでコンビなの。バンビ本名です。キラキラネームほんま。あ、ほんまっす、ほんまっす。ガチ小川バンビです。絶対嘘やん。そんなに嘘だよ。俺が一番疑ったよ、俺が。珍しすぎて、小川も珍しいけど、バンビもすごい珍しいやん。でも気に入ってますよね、昔はやったんですけど、目立てるもんな、そうなんですよ、今となっては。ヨネシさんもだって本名だもんな、そうそう、確かに、意外に。だって、キラキラで王子様っていう名前をおったもん、あ、確かに、YouTube でやっとったもん、それと比べたらまだ全然違う。確かに、ガチャンは光るなんすよ、俺は全然違う。あ、そうなんすか、出てますよね、もう。全然、普通です。でもあれだよな、シカじゃないやん、自分の王を例えるとき、バンビやん。いや、かっこつけなんすよ、だから。だいぶかっこいい。外用チャンネル。外交用のあれですよ。これなんなの？これ心身だ。心身。心身。あ、これ心身だ。心身じゃない。どういうこと？わかんないけど美味しかったから。うまそう。じゃあ、でも伸びるって書いてましたよね。漢字的に。ああ、そっち。あ、じゃあ心身性のあるとこなんや。こういうなんか、あ、アキレス腱のこっち。あ、多分。あ、ゴム肉です。ゴム肉か。違うよ。影響妨害。いや、すごい、だからいい筋のとこなんですよね、この伸びるとこ。これ塩、すごい色の塩やん、これ珍しくない、こんな色、白色の。シラスが吸い潰したみたいな。結構腹溜まってきたね。確かに、もうバンビック食べてきてるからでしょ。そう、俺8分から始まってるから今日。何なんですか。だから羨ましそうな目で見てくるんですよ。でも毎日撮影前に食べとうかな。そう、心がけてるんですか、なんかお腹減らないように食べようみたいな。ああ、減らないように食べようとかじゃないですけど、まあ単純にだからお腹すくやねって見とったら、あ食べ方あるから、それ欲求を押されたらもう食ってきとるっていう。プロだ。なるほど、特に今日はバンビがいるから、絶対に食べるから満足してきてる。あ、コーラちょっとお願いします。終わりました。おここでコーラ。あー、ちょっと喉締めようかな。締めた終わりにって言っとった。ごちそうさましようとしてるやん。ゴールドまだなかなか辛い戦いやな、これ。やっぱ慣れないですか、10万円企画やってても結構。いや、やっぱきついの。ずっときついな。きついか。体調にもよるやん。はいはい。今日俺ちょっと結構体調悪くて。大丈夫ですか。そうそう、喉とか骨折しちゃうんだよ。喉ちんぽがなんか俺じゃん。まあ、ハンデありながらの一応この企画、今対等にいっとうもんね。まあ、それはまあ一応まあ YouTuber のプロとして、俺も究極のハンデですよってここから今後来てます。ゆんちゃん、俺はちょっとおかんでいいかな。あれそれゆんちゃんありがた目やん。ちょっともうだって俺見てずっと引っ張られて気持ちがしんどくなってる、わかる。いっぱい並んでることには冷えて一つくらいでまだいいけど、3つある状態でまた来たらもうちょっとしんどいやん、気持ち的に。だって体重増やさなきゃいけないから。光る水が溢れ出しそうとかにまた置いてきようからさ。俺さっきの説明聞いとった。俺の結構きついって言ってさ、まだここに3つあるのに何のしてくるかな。でも精神攻撃も始まってますから、戦略ですよ。そうだから、その策略がユンちゃんが優先的に俺に乗してくるから、ずっと振られてるから死ぬぐらい、全然的にやっぱり気持ちで負けとれんって。やっぱ今足元救われるぜ。汚い大人やで。
まあ結構やっぱやんないですか、ああいう系は。またちょっと原宿の黒人の闇に迫るああ声かけてくるやつだ。結構やばいやつ。今日原宿行ったんですか。そうラファー。めっちゃ人やばそう。あ、めっちゃ人やばそう。買わなきゃ出れないみたいな。で、結構ガチンコで行って、もちろんアポなんか取れへんから。で、まあ、一応もう結構面白い曲買ったから、でもやっぱそういう闇に突撃するのがやっぱ俺のチャンネルのなんかバトル企画の人だから。ユンちゃん使ってるのエロ釣りみたいな、バインチャンネルっていうところ。そういう一番の武器だから車で食べてほしいんですよ。食べとるやん。いっぱい美味しいお肉。食べとるやん。普段疲れてるから。精力つけな。そう。なんだそれ。お前何やねんそれ。おい。急に。どこの出身やねんおい。東京生まれ。東京育ち。その名はダンビだ。エセカンさん上の話してるのに。リカルさんと喋ってると言いなくなっちゃう。あ、関西弁が。そう関西弁ってやっぱいい。いや、めっちゃ東京からしたらめっちゃ憧れるで。ほら、感動の夢。だねとか。だねとか。だよとか。なかなか。だぜは。だぜは。今やん。ギリすぎる。だぜ。なんとかじゃん。そういうなんか違和感があるな。関西弁って多分。じゃあちょっと今から東京弁でちょっと喋ってください。俺が関西弁で。あ、逆に。そう、伊藤さんが東京弁。あ、いいよ。喋ってみてください。じゃあほな、主役行くで。主役行くで。行っちゃうよね。行っちゃうなんか汚い、ちょっと。テレビのプロデューサーみたいな。行っちゃうよね、それ。行くで。行くで。焼いてまうで。そんなら。そんなん言ったら焼いてまうで。関西人、なんとかやデートイメージがつすぎて、使っとる。そんな使わへんよ。そういうとこやん。全部載せるね。じゃあほら。何言うことしたの。バラけてっちゃうのよこれ。予想以上に細かいのよこれ。あ、やばい、きつい。お、ほらほらもうテトリスでやからこれ。テトリス、シャドウブリがテトリスでやから。これ金髪の味もわかるで。お、金髪の味もなぁ、ナイスなぁ。ちょっとで、一回行ってみたいのよ。だからヒカルさんの立場から一旦前さんを呼んでみたいのよ。そう、憧れてる人めっちゃ多いと思います、本当に。この関係値というか、なかなかないもんね。なかなかないんで、やっぱその憧れてる人多いと思うんですよ。ゆんちゃんは出身どこ。名古屋。名古屋です。名古屋って方言みたいな。あ、気になる。名古屋は結構ありますよ。何、例えば。だがやとか。え、出会い前とか。だがやとかある。ないです。え、もう東京そばに尽くしてる。ゆんあんま出ないよね。ゆんだがや。ゆんだがや。だがや。聞いたことない。だがや。名古屋とか。デラとか知らないの。デラは聞いたことない。めちゃくそうまい。それはどこ。それは違う。それ名古屋じゃない。うん。あれ、林さんはどこなんですか、出身。一緒だ。今日になってた。いや、じゃあ今裏を暴こうとしたね。これでポロッと前さんが違うとこ行ったら兄弟じゃないですよ。今だにそれ言ってくるじゃん、俺らね。おるな。血は繋がってないじゃん。血は繋がってラオさんの声もやっぱ喋り方も全部似てるけど。言われてるとそう聞こえてくるよね。似てる風に捉えようって多分するんだろうね、体が。ちょっときついな俺。きつそう。一旦休憩していい。あ、いいですよ全然。だ、一旦休憩で。結構これでもやばい。結構やばいっすよ。だって全然。いいよな。どんどん生きながれや、そんな。行ったらええやん。誰も。喋るなこれ。行った方がいいじゃん。違和感しかないヒカルさん。行った。これはきつい。ここに来て、これ来てよ。これだ。前さん使うしかいいじゃねえから本当。召喚。まだいけるんじゃない。俺の十本型の一人前さん。十本おる。スーパーの一人。めっちゃいるやつ。しかも一番弱い。一番弱いところ。ある程度食べまして、結構限界には来てるんですけど。もうやばいっすよ。今どれぐらい来たんや。今、74,000。あ、そんなにとったんや。あと26,000。ちょっとインターバル置いたから増えるわ。 YouTube やっとって思うけど、こんな楽しい職業って他にないんじゃないかと思うことたまにある。俺は思います。でもこっから他のとこ行った方がより実感できるというか、前なんかやってたけど YouTuber 始めたとか。俺も正社員で工場でつぶのみ取ったから、プラス他にも俺自営業しとったことがあって、 YouTube が初めての自営業じゃないから残りまだ3つぐらいしとったことがあって、どれと比べても YouTube が楽しくて、これを超えるもんってあるんかなっていうぐらい。でもないと思います。
最強最強。まあ、究極はやっぱ働かなくても入ってくるっていう言うじゃないですか、うん、でもやっぱこれをやってることによって、達成感じゃないですけども、うん、より楽しいと、うん、得られるものが大きい部活動みたいな感じで慣れてるけど、うん、好きな部活をやれとみたいな、うん、しかも頑張った分変わってくるのも楽しいですよね、うんうん、しかもすぐに結果が見える。なんか普通やったら1ヶ月ごとに行くぐらい出した瞬間評価がつくって結構すごいけどさ、うん、逆にそれを病んじゃう人は病んじゃうし、うん、やっぱ成功する人って本当どの世界もですけど 1% 未満じゃないですか、うん、なんなら。それを雲の上まで一旦行けばそういうこと楽しいっていう感じになりますよね。いつから楽しいってなった？ラッピー君も結構下積み長いよ。僕も結構長いんで、昔出てた直撃の相馬の真似して、そう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 、あとウーロン茶3つで著作権ギリギリ落ちてたっていうやった。確かに、いつアニメ飯みたいなやつだよ。だってジブリからめっちゃ動画消されてましたもんね。ジブリスタジオ行くから動画消されてます。本家から全然自慢じゃないけどある意味光栄だけど、この瞬間俺はジブリと関わったからポジティブ。あっちは悪い意味で覚えられてジブリのブラックリスト行き。ジブリのだから僕は声優できることはないんで。それはないやろ。それがなくても、それがなくてもなんであると思って逆に自分でいや俺あると思ったんですよ。有名になったらジブリの声優できんじゃないかな。まあまあまあ木村拓哉しとったからな。確かに試写会で木村拓哉みたいなもんだ。鼻の大きさがおいちょっと高い度胸今の炎上案件じゃない。確かにたまに言われるんですよ、ちょっとキムタクに似てるねみたいな。髪型茶髪の時とかいや目が、ね、俺キムタク好きやからさ。あ、そうなんですか。アンチだアンチ。似てないどこが似てんのキムタクに。いや、髪型そっくりしたら多分似てますよ、それ髪かせたら後ろにあれはキムタクしか似合わない。そうなんだ、キムタクは言い過ぎやろ。そうそう、最初のちゃんと先生に似てるAI に認識されたんで、いつ似るのって話今でしょ。矢野さん今日初めて話した貴重な瞬間冷めた。でも俺は分かってるんですよ、ヒカルさんこう冷たくしてるように見えますけど、うん、俺が滑り芸っていうそのジャンルだと思ってこうわざとほっといてるんですよ。ちょっとあれ言うとだよ、増田岡田の岡田に。ああ確かに加納栄光とか言われる。ああ二等です。肉追加しますか。そうもうなくなったから。そうしよう。めっちゃ言われて肉無理やん。ほんま。ちょっともう結構ですね。ビビンバっていい。ビビンバ。マジで終わりますよ。ここで。もう食べたいビビンバ。私も冷麺食べたい。一緒にビビンバじゃみんなで分けよう。ビビンバやめた方がいいっす。あじゃやめるじゃん。やめるじゃん。一旦デザート挟もうかな。やめるって。あでもゴールしちゃうこのまま。これいだってギャル曽根とか。全然違うやろ、構造が全然違うやろ、マジギャル曽根舐めすぎやろスープはどう？スープは言いましょう。わかめ1個で杏仁豆腐1個確定1つ杏仁豆腐1つ柚子シャーベット1つ石焼きビビンバーおー石焼きビビンバ1つでコーラ1つ砂糖ブリエ2個ここ大きく攻めた。この砂糖ブリエの2つ終わらせたら多分ほぼフィニッシュ。ほぼフィニッシュそうやな。じゃない多分これトイレ行ったらあかんわけやもんな、体重増やしとうから。あーやべ俺めっちゃトイレトイレ行ってます。え、行った？アホすぎるよ。いや、企画分かっとる。食べてくれ。しかも自分の客や。自分の客や。え、普通にトイレ行ってもな。普通にトイレ行ってまあ、ショーやったらまだギリギリ。あ、ショーっす、ショーっす。ダイエットやってもでも終わりやで。普通にそれ終わりやで。これって同じ量食べたら同じ量太って増えるもんだから、人によって増え方が違う。違うと思う。違うかな。検証します。それのどうやったの人の構造って。確かに確かに。ゆんちゃんっておならで出してたやん。おならで出してたやん。してそうじゃん、陰で。確かに。で、それで出してそうなんかエネルギー。ちょっと何キャラに仕立てあげるんですか二人とも。あ、確定いきたい。俺こういうつまみ系はマジで無限にいける。お皿がおしゃれ。うわ、確かにこれかっこいいな。うん、追いキムチ行こう。追いキムチ、うまうまうまい。個人戦に入ってきた。個人戦か。うわー全面行こう。てか今の時点で10万いってないな。まだいってないです、ギリギリ。あと5000円ぐらいです多分。もう全部食いたくない。2000円ぐらい多分出したかもな。飲み物で言ったらヒカルさんなんか一番飲んでるイメージ。確かに、ずーっと飲んでる。ずーっと飲んでる。量産したもんな、飲み物。だってコーラとウーロン茶一気に飲んでる。2個ぐらいウーロン茶まだプラス飲んどん。確かに。意外に地位の可能性を秘めてる。いや、ゆんちゃん俺食ってない気がするんだけど全然やばい。結構余裕な感じしとる。確かに顔が私今から冷麺食べる。いける？い
けます。結構頼んだね。シャトーブリアン2個頼んだね。俺らも多分火かけそうだね。これ焼いて、ここにあるのを、あ、なんでもない。いかれさあと5000円。そう。これ全部食い終わって、残り5000円です。うん、あとちょっと。今9万5000円。じゃあ頑張ろう。頑張りましょう。任せた後はもう、一番若いんやろ、どうせ。こんな。若さ一番若いんやから若さ、ね、やっぱ若い衆が頑張らなあかんねん。そうだ、うん、さっき冷麺ね頼んだら売り切れでした。本当にガチで食べたかった。シャトーブリアは優しい。わかめスープ優しい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 、こんな優しい味あるんや。これも優しすぎるやろ。これめっちゃ優しいっすね。これヤンキーが子犬助けた時の味します。ヤンキーヤンキーじゃない。発音すごいな。ヤンキーえ、なんて言うんですか。ヤンキー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 ズみたいな発音。ヤンキーえ、なんて言うの。ヤンキーヤンキー、いや、それはあれちょっと西だからですよ。西東はヤンキーなんや。いや、東はヤンキー。そんなことないよ。ヤンキーは初めて聞いた。ヤンキーモンキーみたいな。モンキーです。モンキー、マンキー、ヤンキーってこの三種のキーっていうのあるんですよ。東京には本当に。これコメント欄でちょっと僕確かめたいです。これが間違ってたらちょっと謝罪動画謝罪動画ヒカルさんのチャンネルで出ないちょっとじゃ倍見えんもはやあざすみたいな。それは初めて聞いたっすわ。服は私もちょっとおかしいって言われる。服靴靴服の髪で服が服って靴って言ってるじゃん。いや靴どっちやろ。靴じゃん。あ靴だ。俺靴若見せたら何本でもいけそうや。はい、もう全然いける。おっ、開けてらんない。ずっと考えてる。靴について靴を履いたヤンキーでしょ。ヒカルさん理論で言うと靴を履いたヤンキーになる。そうだね。いやいやいやそんなバカな。靴を履いたヤンキーどっちもいいか。もういいよ長くしようよ。長いよこれこの靴長い。長くはできんごめん。なんでですか。いやめっちゃうんこ出そう。すごいうんこ出そう。このうんこ出してしまったら俺は負ける。もう負けとると思う。食べとるよ。それは諦めない。確かに。じゃあこれ賭けなんですよね。今トイレでちゃんと出してこれをマジで本気で食うか、これを貯めてこれを食べないか。食べる。ビビンバで残しとこう俺は。いいよ。いやーシャトーブリアン来てしまった。ついにこっからどんだけ掘り込めるかやろ。いいに。こっからはどれだけ M になれるか。これが勝負や。いけます。いくで。おお、ほな行くで。参考一の堀江陸也でお前はちょっとしたポエマーや。古川優香や。わいが関東のヤッピや。怒られるって。怒られる。それは怒られるって。だからそれだけやって言ったから。ヤッピだけ意識高くて。なんでですか。景色ないよ。ヤッピーだけ意地だから。でも相互フォローしてるんで。外される。外される。外されがちなんで。うわ、でっか。量多いな。でっか。じゃあ作る人もよろしいですか。はい、お願いします。はい、お願いします。さあ、バンビ君もこんな頼んで大丈夫？ビビンバ頼んで。あ、俺が頼んだ編集になってるんだ。YouTube の闇だ。YouTube の闇だ。安定して。ここでなぜかバンビがビビンバ頼んでしまう。うわうまいっすわ。おめでとう。でも100万人あっあっとありやす。やっぱお祝いしたくて。ありがとうございます。お客さんの気持ちだと思う。いやそう、100万人って1回しか味わへん感覚。一生一度しかないから。そう、100万人って。でもさっきヒカルさん男気見せてたのに「くで」とか言って。世の中ってこういうもんやから。こっちも汚い大人たちやっていってるからさ。汚い大人やね。汚い大人やね。バカ正直にやっていってへんから。そう、一応言うよ。完成したか。あざっす。おいしそう。めっちゃいい匂い。いやでもバンビ君100万人おめでとう。あざっす。あざっす。お祝いしたい。お祝いしたい。やさないですよ。ビビンバで住む男。ビビンバで住む男か。いやでもビビンバ俺行くわ。おお、丸ごと。丸ごとでいけるで。行く。何件やっとと思うよ、この YouTube。先輩やから一応 YouTube においては。いいとこ見せてよ。任せんかい。俺が YouTube やってるリアクション。白線のリアクション。もう頼んじゃわない。全部頼んじゃって。何頼んじゃう。デザート。すげえ高いコーラとかね。キープインコーラ5000円作ってもらおう。いやあと5000円。こっからの選択肢ってマジで人生において2、3番目に大切な選択肢だと思うんだよね。一番ね。いや一番は親に家を買うか買わないか。買った。いやこれからですよ。これから。もうメモしてる。メモしてついてるんで。もう、あ、家を買うんや。そうですね。家買うか犬買うかで迷ってるんですよね今。結構さ。どっちだと。いやまあ犬強めっすね。犬強め。でも命ってお金に換えられない。そうそうそう。それが重いから、ね。犬と家両方買ったら。
あー、一番かっこいいやそれ。じゃあ間を取って犬小屋にしますか。犬小屋だけ。犬小屋ですべと一番いらない。たくさん、じゃあビビンバの感想申し込んでお願いします。ビビンバはうまい、うまいぞ、うますぎる。おお、すごい。小学生でも言えるわ今。私お茶漬けいきます。あ、お茶漬けいいでしょ。あ、おいしそう。お茶漬け、あ、デザート来ました。ありがとうございます。これうんちしなきゃダメかもしれない。ガチのやつだよ。ガチのやつダメだよ今。お腹痛い。お茶漬けを2つください。それならちょっと待って、無理だ、5000円までもたん。で、今ここでうんちを出したら10万円の価値があると思って。え、漏れそうなんすもん。お客さんどっちがいいですか今。今度やり漏らした体重どうするか。どっちがいいですか。これマジやばいっす。そんなやばいな。あ、ダメだ、これ、あ、ダメだやつだ。え、そんなに動画的にこのまました方がいいのかな、これ。いや、ダメっす。人間的なプライドが。ガチやったんや。俺もちょっと腹痛いもん今。すごい肉に取るもん。パンだけ食ったからな。ゆんちゃんどうよ。なんかまだ全然いけそうです。え、ビビンバ食べていいですか。いいよ。じゃあいただきます。ビビンちゃんめっちゃ食うよな。もう確かに結構やばい。こういう細い人に限ってよく食べるみたいなのがある。多分焼いてたからこれでカロリー消費してる。運動だった。ゆんちゃん腕めっちゃそうだな。本当ですか。毛生えておくよ。なんてないよ。あー、きつい。久しぶりに大食いするやん。あ、ほんま久しぶりやん。東しんどね。何人の筆になったら。いやでもこれをいかんかったらもう俺も男やから決めるときは決めるから。さっきと言ってること違う。ここ取るときはビューズランドやってきたからさ、こっちもやっぱそれはズルが勝負いたけど、ここ取るとき体張ってきたから。そうですね。あー、決めるときに決める男もちろん。やっぱそれがないとここまで来らないから、うん、上までストライカー。なんかこのビビンバ和風じゃないですか。ちょっとなんか俺のちょっとビビンバっぽくね。あー、なかなか手強い。俺多分体重勝負負けてはないと思うわ。確かに結構食べてますよ、ヒカルさん。あ、OK、これで終わり。うん、来ました。でもめっちゃトイレ行きたい。ここに来て一旦並んでまいり、はい、いや、めっちゃ長かった。こうやって来た、出た、いっぱい。結構長かったもんな。ヒカルさん、結構長かった。シャドウブリディアンです、本当に。シャドウブリディアン出た、新しい。すごい、2枚ぐらい出ました。シャドウブリディアン。ビビンバも終わって、これ来たから新しい。あ、そう、和牛茶漬け。いやでも胃袋がすごい広がった気がします。挽回したらです。バンビだけに。バンビだけに。バンビの番の挽回の番ですから。じゃあいただこうかな。あと何本ぐらいよ。3000ぐらい多分。あともうほんとそんぐらいですよ。もうあと俺コーラと杏仁豆腐攻めていくわ。杏仁豆腐1つとコーラを1つでお願いします。あとウーロン茶1つ。はい。今どれぐらいですか、会計的に。今の注文入れずに2050円でした。今のでいきます。700円。あと1品もたまらない。700円くらいですか。ほら450円。お、安いんやな、ほら。アニドフいくらっすか。アニドフも450円。うわー、アニドフ2個ください。それ10万あと250円。うわー、じゃあコーラもう一つ。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、これ10万とりあえず達成です。今注文したのよ、10万。なんと、わーっと、あとは食べきるだけや。そういうことよ。これいっちゃおうかな、お茶漬け、バンビくん。うわ、絶対重たい、これ。すごいですよ、だって肉がめっちゃ減ってる。ってってね、ここに来たら肉きついで。珍しくないですか、でも。珍しい。あら。わー、美味しそう。お肉の出汁が出るじゃん。サーモンみたいな。今の俺にはちょっともう無理やな。俺結構幻覚とか。うまい。OK、ビンバ割れ。あ、これ置いといて。お、一気に。すごい。やばい、負ける。これ全然サラサラっといけます。体重めっちゃ増えたと思う。5キロぐらい増えたと思う。5キロぐらい。なんかもうお腹にいっとるやつ。確かに。お腹にきすぎて、なんかもうお尻になったお前人。マジでマジで、ほんまに。マジでやろうと思う。突き出てくる、貫通して。重みで。もうそれ撮影終わったら絶対すぐトイレ行くやつじゃないですか。俺も多分このまま行ったら本当お尻に割れ目なくなるもん。下から押されすぎて。いやいや、行ったやつ。トイレ。はっきり言うけど、同じラインに立ってないし、もうここから先、バカバと思えへんから。企画を無視して飯食べてきとるし、一人だけトイレ行くし、でもトイレ2回行ったやつ。もうアウトだよ、完全にもう。ハンです、ハンです。俺大食いで鍛えてるんで、やっぱりそれぐらいハンでないと勝っちゃうかなっていう。でも大食いユンに負けるじゃん。あ、オッケー。いやでもお茶漬けでよかった、マジで。お茶漬け軽くない。お茶漬けならサラサラっといける。じゃあコーラ俺自分のペースで飲みたいな。どうぞ、コーラ。コーラ飲み終わったばっかりで、またコーラ来たらやむよ、人間やむよ。ちょっと怒りたくないよな。こらって。あ、ダルジョーク。杏仁豆腐です。杏仁豆腐これ。それの頼んで。プリンみたいな杏仁豆腐です。普通にはこれ食べられない。こんな杏仁豆腐って重かったね。もう茶漬けいった。マジです。マジでめでたいな。どうし100万人。いやめでたいですよ。ケーキ漬けにいっとったら。おめでとう。
ょっと先輩として何か送りたいなと思ったけど、やっぱそれにやっぱ杏仁豆腐がいいかなって。これか、これはちょっとあの賞味期限切れてる。切れてないよ。そっちだ。それわかんない。食べていいやつ、飾りじゃない。食べていいやつ。食べていいやつやろ、そら。杏仁豆腐はな、飲み物や。混ぜるんや。こうやるんや、こうやって。フルーツみたい。でも逆に、優しさや。トイレ行ってもだ、バンビングさん、まだ、鹿の沖縄を秘めとってここや。ここで残り全部食べたらワンチャンあるよ。だから俺は、それに託したい。俺もほんまお前払いたいわけよ、自分で。ラストあれで、ラストあ、もう1個ある。おおめでとう、おめでとう、バンビおめでとう。100万人達成、改めてお出しさせよう。100万人いったらアンニのこんな食えるんすか。いやいや、まあ、それはもちろん100万人いったんやしだって。いや、行ったかやったわ、これは。だから俺からの杏仁豆腐と前津さんからの杏仁豆腐ってこと、これ。なるほどな、そうやな。記念や、記念。飲むわ、うまおちょこみたいに。うわ、いい飲みっぷり。ええやん、ええやん、ええやん。コーラもフローズもあるから。まず、喉乾いたでしょ、そろそろ。そんな甘いもんばっか食べてたら。流しようよ。次ますね、じゃあ。四角カビがすごい。ここは一気にグングンといってね。まあ、次の200万人に向けて、ここからスタートしてほしいよ。エンジンかけないと。ああ、ギリギリまで。皆さん、なんか忘れてないですか。100万人行った人がもう一人いるって。ゆんちゃん。忘れてたよ、ゆんちゃんのこと。お祝いしてあげるの。あら、飲み物2杯あるから、ジュルジュルって言っちゃえない、飲み杯。これは俺から、これヒカルさんから。お、100万人の飲み物。うわ、早っ、早っ。すごいすごい。バキューム、バキュームよ、いけ。はぁ、ゲップ出そうだし、たくさん痛いし。吸引力のやらない、ただ一つの女。はい、ダイソン、ユン、いけ。飲み物がきついよ。え、でもこれコーラと、これと肉、肉どこにある。あ、お、結構あるぞ。肉は結構ここで取られてますからね。これちょっとテラスハウスしますね、これ。テラスハウス、いや、それはテラスできますよ、ワンルームで。最後にこのやっぱ肉で乾杯して終わりましょう。俺そういうの好きじゃない。助けてくれ。一匹狼で行ってほしいわけよ、最後まで。あ、狼、狼に憧れてたら、最後やっぱここの存在で、お前一人でそう言ってまうみたいな。俺らおるのに置いていくんかよって言いたいわけよ。俺はシマウマでいい。シマウマ群れさせてくれ。群れに入れてくれ。群れを群れに入れてくれ。いや、シマウマにも群れに入れへんやつおるな。そのシマウマやな。はぐれも、はぐれも。シマウマが一番ハードル低いでしょ。馬界で、アマゾン界で。なあ、ユンちゃん、ユンちゃんなんだっけ動物。カメ。カメだろ。カメは助けろ、浦島太郎やワイが。わかるやろ、馬なんやから。ナイスさん、二人でカフェ行きます。違いません、口。前さんも溜まってると思うんすよ、それはやっぱり。口は一つ。あんだけ挑発してった男は最後はもう。同調元でいく。同調。前さんは動物で言うと何なんですかね、自分を。犬。犬っすか、なんでですか。犬っぽいやん。でも犬と狼ってことはやっぱ。親戚みたいなもん。親戚ですよ、本当に。で、狼は1匹で生きてるのに、犬は人間に飼われてっていうので、いつも嫌み言うんでしょ。何のこと言って。あーでしょ、俺は野生で生きてんのに、マヤさんは甘やかされて育ってるから。人間だから。俺はマヤさんのことが嫌いってこと。そう。だよな。きついやん、この肉は。だってもうみんな水分取るだけっていう中、肉やもんな。まあしかも水分も取らないかもしれない。バンビちゃんや、コーラ一気したじゃん。今ウーロン茶もなくなるじゃん。頑張ろうよ。みんちゃん、ここで俺を見放したらファン減るよ。こんなに辛そうにしてるの、バンビ。じゃあもう全部食べるわ、俺。おー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 、全部。いいよ、いいよ、いいよ。食べるわ、俺が全部。行く？おい、よっ。そんなにやったらほんまに。300万人行きましたから、やっぱ一番食べないと。いきなり一番食べないと、これはやっぱり一番いい肉を一番食べないと。申し訳ないっすわ、そんな下界のものがこんな肉ばっか食べさせてもらって。飽きませんわ。なんださっきの完全に増えたら、ダッツも入ってこないの、よっぽど限界だろと。確かに。いや、それやったら僕ら食いますよ、なるもんね、普通は。そんな流れやったらと思ったのに、何にも言ってこないと思ったら、よっぽど限界迎えてたの、二人とも。シャトーブリディアンしてもなお、俺はきついっす、マジで。だって始まった時にお腹いっぱいだったから。スタートだね。限界突破2回してるから、もう。俺はヒカルさんの子妊娠したわ、マジで。でも一人、トイレ行っとうからな。じゃあ俺が食べるよ、最後は。お全部ね。ダチョウクラブの流れだろ、みんな手を挙げろ。じゃあ最後やっぱもう、これみんなお祝いなんで今日。みんなで食べて。ドンキやるでこれ。え、ドンキやるこれ。じゃんけんしましょうもん。じゃんけん。じゃあそれ私行くよ。あ、俺じゃあ俺行っとこうか。ここはもう。
じゃあ俺行くよ。どうぞどうぞ。ありがとう。パンビク一緒は大きいやつで2切れね。おぉ、いけ。おぉ、いいよ。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。せーの、せーの、行こう。はい、これ、それ切れたらこれも行ってよ。みんなで行こうぜ、おとどぎす。せーのじゃないんや。ねえ、じゃあ行こうぜ、せーの。うわー、いった。油っぽいや。ゆまたせ、いいかな。コーラちゃうな。コーラちゃう。コーラみたい。薄いわちょっとこれ。お、いった。オッケー。じゃあ達成。達成。10万円きた。いやー、なかなかハードやった。10万円。初心で大食いしたけど、やっぱ大食いきついな。3人で10万円食べる。まあ、いいついね。このお肉屋さん、見た目より安いんやってな。意外とリーズなの。そう、普通シャトルレーで1万超えるんやけど、ここ6000円とかやから、ちょっときつかったな、これ。はい、というわけで、なんとか食べきることができたので、最後、まあ、会計だけ読みたいと思います。まあ、本当に10万いってるのかな、一応まあ、確認だけ。まあ、さすがにもう怪しむ人はいないと思うんですけど、一応証拠として。お会計だけお願いします。よろしくお願いいたします。きつかったー。久しぶりに食った、マジで。なんか、ベルトの上に乗っとる。あー、肉が。あ、あります。じゃあ、それだけちょっと、数字。数字ね。取るわ。10万430円と。おーいったー。来ました。頑張ったな。頑張った。黒ウーロン茶だけで6300円の飲んどる。すごいな。めっちゃ飲みましたね。すげー飲んでる。めっちゃいったな。これは達成とこで、うん、概要欄の方に概要チャンネル貼ってて、そちらの方でも別企画やってて、この動画の裏企画をやってるので、うん、体重が何キロ増えるのかやってるので、ぜひ見てほしいなと思います。そしてチャンネル登録もしておいてください。お願いします。はい、でもこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。またしてもヤフーニューストップに乗ってしまいました。あとは文春法かなと正直ちょっと思ったんですけど、どう伸びたんですか。それがバレてた記事がぶっちゃけビビりましたね。何この記事っていう。今回はもう全面否定させてもらう。中間新潮に対して残ってます。嘘ばっかりだね、書かれてるもの。なんでこんな記事をこいつ書けたのかなっていう。中間新潮に記事書いたやつマジで謎なんですよ。誰か名前載せとけよ。せめて期待してこいよ。これが本当なのかどうか俺聞いてこいよ。聞きに来たところで多分徹底的にもう追い出しますけど、これやってることは本当にいじめみたいなもんですから。悪意しかないですよ本当に。俺を潰そうとしてるとしか思えない。中間新潮のバカなんだから正直これは完全否定させてもらいます。